金揚の戦いは、中国信頼の地公四年予習英戦軍の金揚における新軍と緑林軍との間の戦いである。西暦八年、全館から全城を受けて、新を建国し、年号を主建国元年とした王網であったが、王網の取った理想主義、解雇主義的な政策は、当時の実情に合わず、次第に各地で反乱が勃発する。中でも、赤尾軍及び、 緑林軍が有力な反乱勢力であった。ここで南洋豪族の劉玄も緑林軍に加わり、四後三年、同族の劉劉州兄弟も黄毛による禅城を散脱として旗揚げし、やがて緑林軍は農民、豪族連合軍となる。劉は南言将軍所有、いつ宗の部軍陳茂が率いる新軍を撃破して、慶州は手を脅かした。 この城攻めの間に皇帝として、劉玄が建てられ、劉は大使徒に劉州は大城編将軍に配される。それに対して、新氏は、地高4年3月、劉兄弟ら孔子軍を討伐するために、大司空王優、広塚と大広が百万と合した兵を率いて、出陣した。同年5月、王優らの軍は、英戦軍に入り、小優らの残軍がそれに合流した。 対する劉州軍は数千の兵しかなく、西国上皇王を取とり、定常大将軍大常らとの講子軍と共に、一旦金陽城に逃げ込んだ。それでも城内には、八千から九千の兵しかなかった。この基地に劉州は、周囲から策を委ねられると、王、大鳥、王常に、金陽城の守備を任せ、表記大将軍州、超、五位将軍リーツら十三期で城外へ脱出し、 丁量で兵を集めた。一方、新たの陣営では、昭遊が竜を討ち取ることが重要であるとして手つへの進軍を進言したが、欧遊らは聞かず、まず、金陽を包囲した。また、今陽に立てこもっていた王を取りらが降伏しようとすると、欧遊はこれを許さず、さらに包囲を強める。昭遊は、戦意を失っている敵に対しては、 逃げ道を一方向だけ作るべきである旨を、進言したが、これも受け入れられなかった。その結果、王大トリラは、必死になって進軍に抵抗するしかなかった。今陽攻略に手こずっている間に、5月末にずつは、龍により陥落し、さらに6月、龍州が数千の援軍を引き連れて、今陽へ戻り、龍州自ら不評、騎兵千人余りを率いて、 新たな大軍の陣営から四、五里のところまで進軍してきた。王雄、王広はこれを甘く見て、自ら一万人余りの軍を率いると、味方の軍勢に警挙盲導を禁じた上で単独で、流州軍に挑みかかった。しかし、流州の果敢な戦いぶりの前に、王雄、王広の軍は撃破されてしまう。さらに流州は、あてが落ちたことを知らずに偽って、 当てからの援軍が到着したとの知らせを今ように、届けさせ、木内の士気を高めさせるとともに、大湯らを動揺させようと図る。そして、劉州は、決死隊3000を率い、今陽城西の川を渡って、新たな陣営の中核へと突撃した。新軍は、大軍ゆえに帰って対応できず、ここで大広は戦死した。そこへ、木内の官軍も、 劉州軍にこうして出撃したため、攻撃された新軍は大混乱に陥り、王勇は士気を放棄して逃走した。また、折からの強風豪雨に巻き込まれて、新軍は完全に崩壊、散乱し、王勇はわずか数千の兵で洛陽へたどり着いている。今陽の戦いでの結果は、当時の中国におけるパワーバランスを一変させ、 同じ年のうちに孔子軍の攻撃を受けて、王毛は殺害されて、新は建国からわずか15年で滅亡することとなった。また、今陽の戦いの勝者であった孔子政権内でも、孔子帝及びその側近グループと劉兄弟との間で主導権争いが生じ、孔子帝により劉は中殺された。劉衆は下北平帝と称して孔子政権から距離を置くようになり、 25年に皇帝に即位し、官を引き継ぐことを旗はたとし、中国統一へ邁進することとなった。この劉州すなわち、皇武帝の王朝を五官と呼ぶ。ありがとうございます。